けどう思う？え、セリ沼さん？そうそう、失敗だったんじゃないの？今日も全然ダメだったじゃん。何あれ。うん、でも今さら他の人誘うのも無理なんじゃない？諦めるしか。頼っといて。それはねえんじゃないの？やべ、つい俺には関係ねえだろ。試合辞退したら？え？今だったらまだ間に合うんじゃね？初心者以下のミラクルを起こされても試合になんねえよ。嫌だ。は？七島くんは正しかったよ。私甘かった。何でもできるような気でいたけど、そんなわけないよね。でも一回引き受けたんだもん。放り出したくない。もう一回やってみ。インパクト時に変な癖ついてんだよ、多分。足首か足の振り抜きか。放り出したくねえんだろ。だったらやれるだけやれ。サポートはしてやる。ん？なぜかナナがいる。本当だ。あれだけ短歌切ったくせに戻ってくんの早いですね。まあまあ、仲良きことは美しきかな。だよ。1点先制されたままロスタイムか。残り2分あるかないかぐらい。そうですね。これはきついな。考えがあるんです。次のスローイン私につなげてください。何すんの？どうしようもないよ。今からじゃダメだよ。みんな諦めたらここで試合終了ですよ。いや、それはバスケでは。すごい説得力。敵ボールにすっげえ近いけど、クリアされたら終了。